皆さんおはようございます。ミニ目覚まし朝礼のお時間です。私はですね、里巻と申しまして、1970年生まれの45歳で、外資系の会社で、カスタマーサービスの仕事をしています。で、年間100冊以上、古典と呼ばれがちな、本を中心に読んでまして、今日から3週にわたって3回、古典と呼ばれるような本を読む、私が思う意義と、それらを読むコツについてお伝えできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ですね。第3回に分けて、なぜ読むの下準備、読み通すにはということをお話しさせてください。まず、100年以上前の本をなぜ読んでいるのかというきっかけなんですけれども、このきっかけは、の一つというのは、コロナの流行でした。思い出すと、2020年2月頃から、じわじわ恐怖が広がっていく感じがありまして、4月頃に、突然外国人の受け入れを禁止します、鎖国ですとか、あと私は子どもを育てているので、保育園が閉鎖されたというのが、かなりショッキングな出来事でした。で、当時は感染したい人への、迫害が地方の方とか何件かありまして、で、放火されたとか、あと、とてもじゃないけどもうその場所に住んでいられなくなって引っ越したなんて話が、新聞とかでも皆さんも目にすることがあったのではないかなと思います。で、その後一旦収束をし、で自粛派と、リスクを取る派の論争というのが、つい最近まで、もしかしたら今でもあるのかもしれないんですが、これというのが私はすごく既視感があって、というのも昔の本で、ペストとかコレラとかスペイン風邪とかが、流行ってた時に、なんかこういう感じだったなっていうのを、気づいたというのが一つの、100年以上前の本を読むと、今のことがちょっとわかるんじゃないかなっていうふうに、思ったきっかけの一つになります。で、もう一つきっかけになった本というのがあります。で、これはですね、ちょっと読んでみますと、現代における世論は一つの特徴的な傾向がある。それは個性を露骨に発揮することには特に不寛容であろうとする傾向である。平均的な人間というのは大体において知性も平凡だし、好みも平凡だ。したがって、そういう趣味や願望を持っている人間を理解することができず、全員を自分たちが常々軽蔑しているそやで、不謹慎な連中の同類とみなす。で、私がこの本を読んだときに、すごくびっくりしたのが、すごいニュースピックスとかに、載ってそうな文章だなっていうのをすごく思ったんですね。で、ところが、これっていうのは、1859年に書かれた、ミルという人の、自由論という、本の一部なんです。なので、ちょっとその昔の本っていうと、今の自分にすごく関係のないような、印象を持たれる方が多いと思うんですが、決してそんなことはなくて、本当に今でも言われているようなことが、昔の本でも言われてるんだなというのが、一つ、古い本の時代を積極的に読むきっかけの一つになりました。で、つまりですね、1918年から1920年、スペイン風邪が流行して、1920年、第一次世界大戦が終わったのもあって、世の中はすごく賑やかになって、競争の20年代なんて言葉が当時作られたんですけれども、その後、1929年に世界大恐慌があったというのが、世界の歴史になります。同じように2020年から2022年、くしくも100年前くらいにですね、と同じように私たちはコロナの流行を経験いたしまして、で今の2023年というのは、世界的にすごく旅行熱が高まっていて、で飲み会とか、そういうのも頻繁に行われるようになって、ちょっと本当にここの流れっていうのは、スペイン風邪が流行した後と、すごく似ているなというのが私の印象です。なので、もしかしたらこの先に世界大恐慌みたいなのがあるかもしれなくて、で、その時に、どんなことを人が考えて、どんなことが起きたのかというのを、今知ることで、この先あるかもしれない、恐慌に備えられるっていうのはあるんじゃないかなというふうに思っています。
で、その他にもですね、ショーペンハウアーという人がこんな言葉を残しています。どんな時代にも2種類の文学がある。両者は互いにはほとんど素知らぬ顔で、それぞれの道を行く。真の文学と上辺の文学だ。ヨーロッパで100年間にかろうじて10余りの作品が生み落とされるに過ぎない。しかし、それらは永遠の生命を持つ。で、このショーペンハウアーという人は、19世紀に活躍した哲学者なんですけれども、19世紀ですでに1年間の新刊というのはヨーロッパで約5000点。ですので、19世紀全部で、発行された本というのは50万点くらいあるんですが、ショーペンハウアーが言ってるのは、その中で残る作品っていうのは10くらいっていうことなんですね。で、同じようなことを、外山茂彦さんという、日本の文学者の方も言ってまして、忘却の濾過槽というのをくぐっているうちに、どこかで消えてなくなってしまう。で、この関所というのは5年や10年という新しいものには作用せず、30年、50年すると、いい本というのが浮かび上がってくるというようなことを、ここでは言っています。で、最後にですね、もう一つ、100年以上前の本を、読むメリットというのがあります。今回取り上げる、100年以上前の本は、ダンテの新曲なんですけれども、この作品を受けて、皆さんも見たことがある、例えばミケランジェロの最後の審判の絵とか、ロダンの、考える人の、銅像というのが作られています。で、その他にもですね、ここに書いてあるのが、いかにそのダンテの新曲が、私たちに影響を与えているかのことです。で、漫画の、セイントセイヤというのも、ダンテの地獄編の、舞台を、そのままなぞっていたりとか、あと羊たちの沈黙という映画で、の原作のですね、ハンニバルシリーズというものでも、ダンテの新曲に関するような言及というのが出てきています。で、まとめますと、100年以上前の本を、読む理由といたしまして、人間の本質や性質っていうのは割と変わらないので、過去の中にこれから起きる、未来へのヒントがあるというのが一つ。で、時の試練を経て生き残っているから、了承の確率が高いというのが一つ。で、3番目、読むことで現存する他の作品の理解が深まり、自分が影響を受ける可能性が大いにあるというのが言えると思います。では、本日のお題です。今は2023年です。2123年にも、これはまだ手に取られているんじゃないかなと思う、書籍や漫画、音楽や映画などの作品を紹介してください。では、行きましょう。君にならできる。